すごい量、すごい量っすよ。これ美味しいな。うまいですか。が、よろしく。はい。目標、去年を超えること。そうっすね、はい。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。大将軍、ジャンケンパン。はい、こうでしょ。お、いや、チョキ、チョキ、サイ、アイコでしょ、アイコでしょ。わ、ウミガメ、ウミガメ、ウミガメ。ああ、ウミガメは、はい、イカにはあんまりよろしくないです。そうなんですね。一瞬ね、5キロのイカかと思って、こうドキドキして、5キロのイカだなと思って、ウミガメでした。ちょっとまあ決戦前のウォーミングアップって感じですかね。そう、まだね、あと3時間後のためのウォーミングアップ。そうですね。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。杉さんももう釣ってます。お二人ともに本気ですね。決戦前のウォーミングアップですね。ウォーミングアップですね。とりあえずあの辺が怪しいんで、はい、あーなるほど、はい、いたらプッて多分釣れてしまうんですけど。あー、わかりました。いなければ全く釣れないし。多分もう夕まじめ、そうですね、5時、あと6時、5時ぐらいから、はい、真面目にやりだせば、まあ、今休んでる方が正解ですけどね。間違いないです。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。永田くんが一番激アツプンプル前ばボトム狙っちゃいかんばい。上上ここなんか今は下かもしれん。いや、ボトムやったらもう手前ですよ。拾ったろ。おお、なんか珍しかった色使いよんね。ギンギンしといや。セグロ銀テープ、あ、目味っぽい色。うふぅ、ふぅ、よかった。どうすか、どうすか、感覚どうすか。いやー、1キロちょっとぐらい。でもこの時間に。さすがっすね。ありがとうございます。次行きます。はい、ありがとうございます。あー来た、あーナイス、ありがとうございます。すいません、手が出てこずって。いやいや、あ、2キロ超えた。あ、いけないか。でも丸い、ほんと丸い、肉厚。パンパン、見てください。はい、こちらの 4.55 MH 山下のですね。はい、すごい。おー、立派なオス。へー、ナイスフィッシュ。おー、立派なオスだ。へー、ありがとうございます。ナイスフィッシュ、ナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。さすがテデさん、ありがとうございます。ちょっと気合い入れました。ナイスです。早い早い早い。減量、はい、あー、 1.4 ぐらいですかね。 1.4、 はい、 1.4 ぐらいですね。イエーイ、 1.4 も十分なイカです。あー、十分です。ナイスです。十分すぎます。ありがとう、イカちゃん。こんにちは。すみません、僕たちですね、県外から来ててイカ持って帰られないんですよ。よかったら食べられてくれませんか。ありがとう。ありがとうございます。ここに置いてて大丈夫ですか。はい、すみません。はい、よかったら、はい、食べてください。これちょっと YouTube っていう動画サイトに上がってるんですけど、大丈夫ですかね。大丈夫。あ、わかりました。すみません、ありがとうございます。マジ、はい、時間まだあるけど、休んでもらっとって。マジっすか。あ、僕出た。ウミガメの時ってでも相手でしょ、なんかあんまり釣れんとかいいじゃんですよね。和歌山ではよう言われますね。ああ。
あ、いえいえ、お気をつけて帰られてください。ありがとうございます。よかね、夫婦で。そうですね、うん、よかね、仲のむつまじくって感じだな。あれ、手が太いですよ。すごいすごい。タモ入れましょうか。うわあ、そっか、うまい。おい、おめでとうございます。いや、徳さんうまいっすね。いやいや、終わった、綺麗。わあ、綺麗。え、これ石積みですか。おめでとうございます。あのね、偶然ですけど、撮影したんですけど、すいません、もうそのまま走ってきたんですよ。来ても大丈夫ですか。YouTube のあの、釣りいろはという動画も出しとくんですけど、あ、そうですよ。なんか竿やたら回すとき、網下が良かったら、なんかつまわしてです。すみません。すごい綺麗。へえ、ありがとう。よかったよかった。こんばんは、怖いですか。はい、どうもありがとうございました。すいません。もうぼちぼち日の来るんね。そうですね。そろそろ開始の合図ですか。はい、いよいよですよ。まあ、あのほら、対決っていうのは、はい、我々チーム対向こうチームなんで、はい、まあ、徹底先生のと、あと柘植先生の、はい、あの、ご指南アドバイスの通り、はい、やっぱグループ戦ということでですね。はい、心強いですよね。強いです。もう負ける気しない。正直多いと1投げても大丈夫なんてぐらい。この2つってくれましたよ。そうですね。ってか釣るよもちろん。いや頑張りましょう。それは釣るよ。ちょっと爪痕残していきましょうよ。ね、爪痕残しとこう。ね、はい。じゃあもうちょっとで開幕ですよ多分。はい。なんかこの時間まだ魚卵ね。魚卵ね。決戦ののろしじゃい。しんちゃん、ローテーションばい。席替え席替え。言っとくけど譲る気はねえぞ。分かっとろうもんね。よくご存知で。そうなんすか。この手湖ごとだったね。7時ですよ。はい、だからまだ80パって。お、7時になるタイミングで俺が一番いいとこに入れるぞ。やったー、もろたな。お、月の、お月様が見えてきたばい。さあ、運命の7時になるよね。待ちに待った時間の来たばい。慎太郎、貴様も出てきたし、チャンスタイム到来でしょ。お、来た来た、夏が、よいしょ、やった。あらら、ちっちゃい。すんくん、あらら、ちっちゃい。おめでとう。すんくん、よった。抜ける、抜けますね。はい、はい、よいしょ、よいしょ、はい、ナイスすんくん、ナイスすんくん、1本目、ナイスすんくん、これ押すやん、しかも、ナイスすんくん、ありがとうございます。はい、まず1滴目。あーめー、めっちゃなんかパン粉ついた。パン粉ついたね。まだあげない。同じくらいだ。同じくらいだ。はい。よし。よし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 。あ、手取って手取って手取って。よし。あ、また小麦粉ついた。この小麦粉ついた。今度メス。わ。あ、今度メス。今度メス。ちょっと細かとしか入りようなんね。でも。呼ぶよ。呼ぶよ。よっしゃ、イエーイ。独走態勢。独走態勢。次は、ありがとうございます。次はキロ行くよ。はい。おめでとう。
本当。どうですか今の心境はどんな感じですか。おめでたい。嬉しいね。おめでたい。今の心境は。嬉しいです。嬉しいです。こもってない。心がこもってない。さあさあ、今からですよ今から。するよ。自己新記録をお願いします。ために来たよ。欲しいでしょ。欲しいですね。デビルが出とけばいいんですけどね。ああ、そうですね。1キロは。あった。今はかっこよかった。あ、え？抜けた？さっきの大きかったろ？さすが、とうとう来たじゃないですか。おっ、さっきのやつが勝ったじゃん。うわ、もう来たじゃないか、しんのじ。はあ。ありがとう、リーダーば。おはようございます。おはようございます。よいしょ。ありがとう。先のやつじゃないと。いや、やろうかな、スン君に声かけた人に。お、一回食べらすです。一回いりません。いります。どうぞ。どうしたした。どうぞ。ケアです。たまるけね。ありがとう。ありがとう。はい。食べる？イカ好き？こっちは持ってます。うん。上は向こうと上は。上は。ありがとう。ありがとう。可愛いか？超可愛い。映っても大丈夫ですか？大丈夫ですか？すいません。プリティデビル。プリティデビル。まあ今天使が来たんでね。天使がね。デビル。天使の笑顔。ね、ありがとうね。かわいい。やばい、デビルじゃなくて天使が来たよ本当に。どうもどうもありがとうございます。どこにしろすんのか電話してみよう。いいです。ダメンボタですか。あーダメです。こっちはエンジェルの連れました。エンジェル、ケンちゃんのエンジェル、ケンちゃんのエンジェルを使って。エンジェル、はい。いやー、つけさん、なんか悔しいですね、今日は。どうぞ。ちょっと悔しいですね。アフターのアイスを、チーム最難関の勝ちですからね、今回は。え、なんでですか。合計の重さっていう話だったんですね。そうそう、合計の重さやけん、まあ、8400に引き800ですね。800か。え、1400、まあ、1500ですね。先生、しんちゃん釣りましたよ。多分僕のも502杯ですし、しんちゃんも釣ったので。あ、電波悪いな。ここに来て電波悪いですね。帰りますかね。帰ろうか。帰りましょうかね。帰りますか。あ、でもとりあえずコンビニ寄って、でも各自。そういうのじゃないです、すいません。だタイムラグなっとかな。すごいタイムラグですね。すんくん、帰りますか。うん。おお、なんてこったい。まあ、全くあっち聞こえとらんね。そういうことですね。ひなたん、お役に立てず申し訳ない。いや、今回ばかりはこういう結果になりましたけども、はい、まだ明日がありますよ。そうっすよ、明日がありますからね。明日は本番ですからね。本番ですからね。そ、はい、ちょい銀た、はい、今日はもう撤収しましょうか。明日に備えて寝ないとね。よし、帰りましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。しんのじ、しんのじ、僕明日しんちゃんの代わりに釣ってきますから。デビル、明日テテさんとデート楽しんでください。マリオカート釣ってるの。うん、それでも向こうばった。終わりですか。お時間です。すいませんでした。いやいや、謝る必要ないですよ。もう、あ、明日がありますから。そうね、明日頑張ってください。お願いします。
今んとこ今んとこ種子島のチョークはお聞きしても何くらいやったかな、どんくらいやったでしょうね、本当にね、リリースしたもんね。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。